日本の精度っていうところがまだまだ足りないところがあったなっていうふうに思った試合になってしまったんですが、この試合で勝つぞっていう気迫が5セット目出たのかなっていうふうに思っているので、昨日の試合だったりとかも経て今日勝てたっていうのは嬉しかったです。難しいことが多かったんですが、助け合いながら試合日程をこなせたっていうのが本当に良かったのと、大きな怪我もなく全員でやりきれたっていうのがすごい良かったと思います。キャプテンらしいことっていうのはなかなかできなかったんですけど、本当にみんなに助けられながらやってこれました。準決勝だったりとか、こう悔しい1点取りきれなかったっていう場面があったんですけど、こう最後の試合で取りきれたっていうのは自分の中で褒めていいところなのかなっていうふうには思います。でもただ悔しい。本当にたくさんの応援ありがとうございました。